ベルトは、ドイツビュルテンベルク州シュトットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す町村である。ベルトは、シュベービッシュアルプ北東先山地方フィルングルントのロータハ川の谷に位置する。ロータハ川は、ベルニッツ川の支流である。この町は、ディンケルスビュールとエルバンゲンとの間にある。ベルトは、北は、シュベービッシュハル郡のフィヒテナウ、東は、バイエルン州のディンケルスビュール、 南は、シュテットレン、西は、エレンベルクと境を接している。自治体としてのベルトは、中心集落のベルトのほか、いくつかの小集落や住宅地からなる。州統計局の2015年現在のデータによる。ベルトは1221年に、初めて文献に記録されている。この集落は、時代とともに、様々な領主、メンヒスロート修道院、ディンケルスビュール、エルバンゲン、 再びディンケルスビュールの支配を受けた。帝国代表者会議主要決議に基づく陪審下により、この集落は1806年にビュルテンベルク王国領となり、はじめはオーバーアムトエルバンエンに属した。オーバーアムトの廃止に伴い、ベルトはアーレン軍に所属した。1973年の軍の再編で、新たに創設されたオストアルプ軍に編入された。 ベルトのカトリック教会聖ニコラウス教会宗教改革後、ベルトは宗教上二つに分かれた。ゼクリンゲンに組み込まれた町の北側は、エッティンゲン家によってルター派の信仰となった。シュテットレンと統合された南側は、ローマイコールカトリックのエルバンゲン、修道三次会諸行領に属した。現在でも、カトリック教会とプロテスタント教会の両方がある。ベルトの町役場ベルトは、 エルバンエン行政共同体に加盟している。2009年6月7日の町議会選挙に基づく、この町の議会は10議席で構成されている。ベルトには約1200人分の職場がある。約1000人のこの町に通勤し、330人のベルト住民が町外で収入を得ている。この町の主要な雇用主が電気工学、 電子工学用のコネクタを製造するテコネクティビティ、社である。また、リース水供給目的連合の中央管理地区がベルト町内にある。ベルトには基礎家庭学校1校と障害者のための私立養護学校、コンラートビーザルスキシューレがある。さらに幼稚園と学習幼稚園が1園ずつある。最寄りの本家庭学校はフィヒテナウニ。 実家学校とギムラジウムは、ディンケルスビュール、ウンターシュナイトハイム及びエルバンゲンにある。1973年の軍の再編後、基礎家庭学校の近くに、ベルトやその周辺の生徒のために、本家庭学校の校舎が建設された。しかし、生徒数が想定に達しなかったため、この学校は閉鎖され、その後の用途探しが行われた。 障害者のためのリハビリテーションセンター、ジュートベスト GGMBH がその頃、障害児の教育のための建物を探していた。そこで、コンラートビーザルスキシューレがこの町にでき、時間とともにこの地域の重要な施設に発展し、この町の第二の雇用主となった。ベルトは、1950年のリース水、供給目的連合創設メンバーの一員である。 この目的連合は2017年現在、オストビュルテンベルクの約3万人に飲料水を提供している。この目的連合が所有する15の組やゲイドのうち11が、この町のローテハカワの谷にある。リース水供給目的連合のポンプ場及び、浄水場はこの町の外、メンヒスロートへ行く、道の右側にある。ありがとうございます。